っと答えるとわかってないんですけど、はいはいうん、さて皆さんご存知の方も多いと思いますが、今日このイベントで2013年3月30日から一期生メンバーとして一緒に活動してきた高3メンバーの3人が卒業することになりました。そんな3人に私たちから感謝の気持ちを込めて感謝の気持ちを伝えたいと思います。はい、ではまずナスカ前に出てください。はい、はい、ナスカちゃんにミヤモから感謝の気持ちを込めて代表でします。ではミヤモお願いします。どう、ナスカちゃんは私にとってすごい憧れの一人一人、歌もダンスも MC も全部完璧で、ジャンピンを引っ張ってくれる高三トリオは私はずっと大好きです。これからはあんまり会えなくなるけど、また暇な時にもジャンピンのイベント見に来てください。最後にナスカちゃん大好きです。3年間短かったけどありがとうございました。ありがとう。じゃあコジもお願いします。ユヒ右側、あ、右側、うん、はい、ユヒとは保育園から仲良くしてもらってて、ジャンピンに入ってからも一番年下で、私は分からないこととか多くて、たくさんのことを教えてもらってすごい嬉しかったです。これからは会えなくなってすごい寂しいけど、ユヒらしく笑顔で明るく頑張ってください。たまに、イベントにも遊びに来てください。3年間ありがとうございました。ゆうき大好きです。ありがとうございます。見えない、見せてみんなに、見せてみんな、ありがとうございます。上手、すげえ、なにすごいね、これも喋ってるから、見てるもん、私が主役でしょ。じゃあ次、はい、前にお願いします。絶対リンやと思ったらいい。じゃあリンちゃんお願いします。ハミジさんなのね。覚えなさい、そう、間違いように。そうだね、そうだね。約3年間ジャンピンのお姉さんとしてメンバーを引っ張ってきてくれてありがとう。そして一番年下だったリンを妹みたいに可愛がってくれて、いっぱいおんぶしてくれたこと、ドラえもんの映画を見に行ったこと、お誕生日には思った色紙をプレゼントしてくれたこと、他にも小さな思い出はたくさんあります。たくさんあって、どれもリンの宝物です。いつも甘えてばっかりのリンだったけど、これからはリンもチームみたいになれるように頑張ります。だからまたみんなに会いに来てください。3年間本当にありがとう。お疲れ様でした。チリ大好き。もう一度3人前にお願いします。ではリカノお願いします。せーの、ありがとうございました。